少年の両親の許可を得て、俺たちは彼を霊能者天海龍華の元へと連れて行った。詳しい事情のわからないキムさんは無然としていた。まさかお前が龍華と接触しているとは思わなかったよ。いや、俺も好き好んであの人と関わっているわけでは。俺だってできれば関わりを持ちたくはないですよ。だろうな。龍華の弟子の40代くらいの女性の仕切りによる儀式と、龍華による少年の霊視が行われた。霊視は3時間を予定していたが、40分ほどで龍華は瞑想から覚め、霊視を切り上げた。事前に予想していたことだったが、少年からは何も得ることはできなかった。宿命通や多神通、天眼通といった力が全く通用しないらしい。霊視が失敗に終わり、何も得ることができなかった。が、それ自体が収穫と言えた。どうでしたか？そうね。この子は新しい子供で間違いなさそうね。封じられて切り離されてしまっているみたいだけど。満を持してキムさんが尋ねた。その新しい子供とは何のことなんだ？俺は龍華の方を見て尋ねた。話してもいいですよね。ええ、いいわ。彼にも聞く権利はあるからね。俺は呼吸を落ち着けてから話し始めた。キムさん、これはマサさんにも関わりのある話なんです。俺が龍華から聞いた新しい子供たちの話は、おおよそ以下のようなものだ。新しい子供たちとは、一部の霊能者や宗教家、戦術家などの間でかなり以前から出現が予測されていた特別な子供だ。子供たちの出現は旧世代の偉大な霊力の消滅を機に3段階をたどるとされているそうだ。第1段階は1989年、第2段階は2005年だったらしい。その翌年をピークに新しい子供たちは世界中で出生していると予想されている。出生前から確実視されたごく少数の例外もあったが、霊能者集団や宗教団体の探索にもかかわらず、その発見は困難を極めた。例外についても霊的にだけでなく、現実的な強固な守りの中にあり、霊能者や宗教家が手出しすることは不可能だった。何人かの霊能者が遠隔での霊視を試みたようだが、結果はことごとく失敗に終わった。しかも事態は霊視の失敗だけでは済まなかった。その子供の霊視を試みた霊能者たちは、霊視の失敗と同時にその霊力を失ったのだ。天海龍華も子供たちの探索を行っていた。そしてある特殊な事例を通じて、新しい子供たちの謎の一端に触れることに成功していた。俺とマサさんは偶然その事案に関わっていたのだ。その日、俺とマサさんは俺の古い知人の店で一杯やっていた。マスターを交えて取り留めのない話をしていると、メールを受信した俺の携帯が鳴った。メールの発信者は住職だった。住職の呼び出し自体はそう珍しいことでもなかった。時々、たまにはアリサの墓参りに来い、だとか、珍しい酒が手に入ったから飲みに来い、と言って俺を寺に呼びつけていた。俺自身、住職のことは好きだったので、呼び出されては寺を訪れていた。住職はカルトにはまったり、誤った行の世界に足を踏み入れ、魔境に陥った者に対する救済活動を行っていた。考えてみると、俺自身が住職にとっては救済対象なのかもしれない。だが、そのメールはいつもとは趣を意にしていた。ぜひ頼みたいことがある。できればマサさんも連れてきてほしい。住職が俺に頼み事をするのは初めてのことだった。まして、
面識のないマサさんを連れてきてほしいというのはただごとではなかった。どうしたものかと悩んでいると、マサさんが、どうしたと声をかけてきた。俺はマサさんにメールを見せた。お前の恩人なんだろ。まあ、俺もこの住職には興味があるしな。いいよ、付き合うよ。俺たちは指定された日に寺を訪れた。寺に到着すると、意外な人物が俺たちを迎えた。山吉京香。かつて俺が仕事で関わった女だ。元ヨガ行者だった彼女は、いわゆる超能力に魅せられ、薬物や防虫術を乱用し、能力を悪用していた。深い魔境に落ちていた彼女は、天海龍華の手により軌道を断たれ、能力を封じられた。そんな彼女を俺は住職に紹介したのだ。能力を封じられていたはずの彼女は、以前とは質の異なる強い気を発していた。住職に引き合わせた頃、龍華の手による処置と行の反動で、憔悴しきっていた様子からは信じられない回復ぶりだった。すでに還暦に達しているはずだったが、見かけは40代くらいにしか見えない。なぜあんたがここにいるんだ。住職にお世話になっているからね。そちらがあなたの先生ね。早速で悪いのだけど、一緒に来ていただけるかしら。住職が待っているわ。京香の運転する車に15分ほど揺られていると、古い造りの民家に到着した。寺で京香に出迎えられた時点で、俺は嫌な予感がしていた。そして、その予感は的中した。京香に続いて門をくぐると、マサさんが言った。結界だ。この感じは、多分龍華だな。俺にとってもマサさんにとっても、天海龍華はあまり接触したい相手ではない。どうする？戻るなら今のうちだぞ。ここまで来てそうもいかないでしょう。住職に挨拶だけでもしないと。そうだな。門をくぐると妙な臭気が鼻をついた。何の匂いだろう。玄関を開けると家主だという若い男性が俺たちを迎えた。強烈な匂いが屋内を満たしていた。獣臭とも死臭ともつかない吐き気を催す類の匂いだ。家主はこの臭気に全く気づいていない様子だった。俺たちは奥の部屋へと通された。今では品の良さそうな老夫婦と住職が俺たちを待ち構えていた。老夫婦に挨拶してから、俺はマサさんを住職に紹介した。彼が何度かお話ししたことのあるマサさんです。そうか、この方が。無理なお願いを聞いていただいて、かたじけない。よく来てくださった。しばらくマサさんと話をした後、住職は襖を開けて隣の部屋に俺たちを通した。12畳ほどの和室の中央に一人の男が横たわっていた。住職は俺に尋ねた。お前さん、彼をどう見るかね。生きているのが不思議なほどに精気が抜けきっていますね。これに似た状態の人間を以前に見たことがありますよ。その人物は立ちの悪い行者に防虫術で精気を抜かれていたんですけどね。そう、あんたの被害者の松原にそっくりだよ。で、なんでこうなった？俺は住職の傍らに座っていた山吉京香に向かって行った。一目見てわかった。たちの悪い世界につながっている。そして彼を通路にして毛量が湧き出していた。わかる？彼はね、以前の私と同じなのよ。それが私が送り込まれた理由
経験者ってことね。なんとなくだが事情は理解した。だが彼はすでに手遅れに見えた。うつろな目は開いているだけで何も見てはおらず、性器の抜き切った体は死体のようだった。俺たちの前に横たわる男、それが寺尾正弘だった。寺尾正弘は30代後半の日本人男性だった。彼は特殊な経歴の持ち主だ。中学生の頃から行の世界に興味を持ち始め、没頭してきたのだ。彼が多くの修行者と異なっていたのは、あえて死を持とうとはせず、自らの手で行法を組み立てたことだ。中学生ではあったが、宗教的指定関係や宗教的個人信仰の欺瞞や危険性に気づいていたのだ。だが、自己流の行に邁進した結果、彼を待っていたのは深い魔境だった。寺尾の両親の話では、彼が修行にのめり込むきっかけが何だったのかはよくわからないようだ。だが、中学生だった彼は、急にオカルトやスピリチュアル系の書物を読み漁り、収集するようになった。寺尾の両親は多忙を極めており、寺尾の学業成績はトップクラスをキープしていたので、変なものに興味を持ったな、と思ったくらいで、特に干渉はしなかったようだ。しかし、高校生になると、寺尾の修行は奇行と呼べるレベルに達した。部屋に引きこもり、日によっては10時間以上も修行に没頭した。学校も欠席しがちとなり、出席日数は進級、卒業に必要なギリギリの日数だったようだ。だが、目覚めている時間のほとんどを修行に費やしている感のあった彼は、第一志望の難関大学に現役で合格した。周囲は彼の快挙を喜ぶよりも、なぜ?と薄気味悪く思ったそうだ。大学生となった彼は、ますます修行にのめり込んだ。さらに、アルバイトで資金を貯めては、一回数十万円もする海外のセミナーにも参加するようになった。寺尾は留年を重ね、両親は彼の将来を半ば諦めていた。だが、大学6年生の時、寺尾は何か付き物が落ちたように修行をきっぱりとやめ、今までの遅れを取り戻すかのように勉学に励んだ。方向寸前の8年生でどうにか卒業し、大学のブランドも聞いたのだろう。大手企業への就職も決めた。やがて同じ職場の女性と結婚し、海外赴任中に長女にも恵まれた。曲折はあったが、寺尾の人生は順調そのものに見えた。だが、海外赴任から戻った息子と再会したとき、寺尾の両親は戦慄したのだ。一時帰国時には気づかなかったが、寺尾は以前の彼に戻っていた。案の定、寺尾は修行を再開していた。寝る時間も惜しんで修行に没頭し、無断欠勤を重ねて会社を解雇された。失業後、しばらくすると寺尾は失踪した。寺尾の失踪後、妻は娘を連れて実家に戻った。だが、実家に戻ってしばらくすると、寺尾の妻は幼い娘を残して自殺した。さらに娘が事故死し、孫娘を引き取っていた寺尾の妻の両親も死亡している。事故とはいえ、孫娘を死なせたことを苦にしての覚悟の心中では、と噂されたようだ。妻の実家が死に絶えた数ヶ月後のことだった。寺尾夫妻に警察から連絡が入った。失踪していた息子が保護されたというのだ。入管が不法滞在の外国人女性宅に踏み込んだ際、その女性の部屋に心神喪失状態の寺尾がいたらしい。財布に入っていた期限切れの運転免許証から身元が判明したようだ。複数の医師にかかったが、寺尾は心神喪失状態から回復しなかった。
やがて自宅療養する寺尾の周りで妙な現象が多発するようになった。怪現象だけではなく、夫妻は連日悪夢に襲われるようにもなった。寺尾が大学生の頃、夫妻の相談に乗っていた人物がいた。その人物を介して紹介されたのが、誤った行にはまり込んで魔境に落ちた若者を数多く救ってきた住職だった。住職を訪ねてから、寺尾夫妻は息子の修行遍歴、参加したセミナーや接触した組織について調査した。調査を始めると、次々と意外な事実が明らかになっていった。職場結婚のはずだった寺尾と妻の出会いは、学生時代に参加したとある海外セミナーでのことだったようだ。寺尾の妻は帰国子女だった。驚いたことに、妻の実家の両親はセミナーの主催の団体の有力幹部だった。セミナー参加のために渡航するたびに、寺尾は妻とその両親の家に滞在していたらしい。そんな事実は息子からも妻の両親からも聞かされていなかった。寺尾の妻の両親はその団体の幹部であり、妻も会員だったが、寺尾自身は団体に参加していなかった。妻の団体だけでなく、彼は行の情報を収集するために各種のセミナーに参加し、様々な団体と接触していたが、特定の団体に所属することはなかった。あくまでも自分で組み立てた行を保管し、改良するためであり、特定の人物に指示したり、宗派に帰依する気はなかったらしい。寺尾の両親は息子夫婦の海外赴任中の様子を元同僚などにあたって調査した。海外赴任中の寺尾夫妻の評判は芳しくなかった。特に妻が駐在員の家族や現地人の同僚などを熱心にとある団体の無料セミナーなどに勧誘していた。その勧誘は必要で苦情が入り、寺尾は直属の上司から叱責も受けていたらしい。息子さん夫婦が参加していたのはどういった団体だったんですか？ヨガを元にした人間を超越する瞑想修行という触れ込みのセミナーだったようです。セミナーの主催者は宗教団体ではなく、韓国系のフィットネス事業を展開する企業だったみたいですね。韓国発祥のヨガをベースにした能力と胆力を開発するという触れ込みの業だったようです。韓国発祥のヨガって、まあ、ヨガに似た業はないこともないのですけどね。くせ、詐欺の匂いしかしないな。ローンを組ませて法外な料金を請求したり、講師が受講者に性的暴行を加えたり、向こうでは起訴も起こされているみたいですね。息子夫婦が参加していたのは、その分派の団体だったようですが。教科が言った。オウム事件の前、まだ日本経済が元気だった頃ね。日本の大手企業が、瞑想業や断片的な業を、社員研修に積極的に取り入れたこともあるのよ。それに倣って、欧米の大企業でも瞑想セミナーが流行っていたみたいね。日本での流行が下火になると向こうでも廃れていったみたいだけど、最近また流行り出しているらしいわ。その団体も勤め先の企業に浸透する目的で息子さん夫婦に近づいたのかもね。私もそう思います。ただ息子の場合、さらにそこからいかがわしい連中と付き合うようになったみたいです。住職が俺の前に iPod を差し出していった。お前さん、これをどう思う？俺は iPod の中身を聞いてみた。日本人男性の声。寺尾本人の声か。自律訓練法に似た手法で肉体の緊張を取り去った上で、瞑想上の指示を与えているようだ。自己催眠とも言えるのか。自分の音声を利用して一定の瞑想手順を反復して
一種の条件反射を形成させる目的のもののようだ。条件反射化されるものには瞑想中の生理的反応、炭鉱のようなビジョンも含まれていた。面白いだろう。もともとは日本人の瞑想家が開発した手法らしいが、これはその応用だな。いろいろと工夫が凝らされているようだ。強化が続けた。言葉じゃなくてバックグラウンドの音声を注意して聞いてみて。多分あなたにはわかるはずよ。バックグラウンドには脈動するような独特の金属音が流れていた。深い瞑想状態に入った時に聞こえてくる音。マサさんから導通の儀式を受けた時に聞いた音にもよく似ている。静音か。そう。呼び名はいろいろあるけれど、これを作った人たちはアストラルサウンドと呼ぶらしいわ。個人の脳波や心拍をサンプリングしてシンセサイザーで作った音のようね。機械的な反復による瞑想の条件反射化に加えて、外部から強制的に深い階層まで瞑想をコントロールする目的のようね。自力の瞑想では薬物を使っても同じ瞑想状態を再現することは難しいから、これはよくできているわ。しかし、どうなんだろう。そんなことで瞑想をコントロールできるのか。仮にできたとしても、肉体的なコンディションを無視して無理やり深い瞑想に入るのは危険なのでは。例えば間違って三昧に入り込むと戻ってこれなくなるんじゃないのか。そうね。その慣れの果てが今の彼ね。寺尾の部屋からは瞑想指示を吹き込んだ大量のカセットテープが見つかっている。どうやら似たような手法の行を行う団体と接触して、寺尾は再び行の世界に引き込まれたようだ。住職は言った。彼の陥っている魔境は深い。一度行の世界にのめり込むと、逃れても逃れても行が人を引き戻しにかかってくる。彼はその典型例と言えるだろう。すべてを奪い尽くしながら人を捕らえ、場合によっては命までも食い尽くす。一度落ちた魔境から逃れることは人生をかけた大事業なのだよ。救済活動に勤しむ住職や寺尾の両親を前に、口にこそ出さなかったが、俺には寺尾の救済は不可能に思えた。見たところ、彼はすでに向こうの世界から戻ってこれなくなっており、戻ってくる生命力も残ってなさそうだった。そしてマサさんに続いて iPod の音声を文章に書き起こしたものを読んだとき、俺の背中に嫌なものが走った。俺もマサさんもあえて口に出すことはしなかったが、寺尾の行には非常に危険な一種の奥義に属するものが含まれていたのだ。マサさん、あれは。ああ、移入の行だ。自己流であそこまで到達したのなら大したものだ。とんでもない天才だよ。だが、全くの自己流だったとしたらまずいな。行の禁則は知らないだろうからな。移入の行は、俺がイサムとパワースポット巡りのツーリングに出た際、治療の最終段階として行ったものだ。行の内容を簡単に言えば、イメージの力によってもう一つの体イコール原体を作り出し、原体に意識を移入するというものだ。原体とは瞑想により没入した精神世界における肉体といった存在だ。この原体を使って行を行うのだ。俺はこの原体を用いた行で厳しく禁じられていた丹田から尾底に気を送り込む行を行い、二次覚醒を起こすことに成功した。要するにこれまで起こらないように必死に抑え続けてきた二次覚醒に伴う肉体的損傷を原体に肩代わりさせたのだ。
マサさんやキムさんの元で続けてきた修行や、シンさんに指定されたパワースポットをめぐっての気の取り込みは、そのための準備と言えた。この移入の行によって、ようやく俺は修行をやめても大丈夫な状態に戻ることができたのだ。移入の行により没入する世界は、現実世界とほとんど見分けのつかない非常にリアルな世界だ。視覚や聴覚だけではなく、味覚や触覚、肉体に備わったすべての感覚があるのだ。むしろその感覚は現実世界のそれよりも冴えてクリアでさえある。現実世界と異なるのは精神世界に属する世界であるがゆえに時間感覚が存在しないこと。そして望みさえすれば何でも叶うということだ。宗教的修行者はこの精神世界で死を得ることができる。そしてこの精神世界における死を得る上で宗教的な信仰が大きな力となる。祈りを捧げ続けた神の存在が死を生み出すのに必要なイメージの核となるからだ。他方で精神世界であるがゆえにその人が持つ欲望がダイレクトに反映される。いや、欲望の反映された世界が移入の行により現体が活動する世界と言えるだろう。それゆえに宗教的修行者たちは自戒し、厳しい行や宗教的修行によって欲望を消化し、死滅させなければならないのだ。俺の場合は宗教的な行としてではなく、肉体の代用、あるいは身代わりとして現体を利用したかっただけなので、自戒や欲望の消化は問題ではなかった。つながった世界が地獄であろうが飢餓であろうが問題はなかったからだ。ただ一つ厳重に注意されたのは、移入の行で没入した世界で肉体的な欲望を果たしてはならないというものだった。現体を用いて没入した世界は精神世界に属することから、欲望を果たすことによる快楽は肉体次元とはまるで比較にならないのだ。その強烈な快楽ゆえ、食欲や肉欲といった肉体的欲望を果たすと、現体に移入していた意識、魂が現体に定着し、現実世界に戻ってこれなくなるのだ。マサさんの言う禁足とは、このことを指す。そして、心神喪失状態のまま意識の戻らない寺尾は、禁足を知らないまま、瞑想世界の快楽に囚われてしまっている可能性が高かったのだ。それで、俺にどうしろと。俺にできることはなさそうだけどな。山吉京香が答えた。龍華先生の指示を伝えるわ。先生が準備を整えてここに来るまで、あなたにはそれを使って瞑想を行っていてほしいということよ。私はそのフォローのためにここに送り込まれてきたの。怪訝な顔をする俺にマサさんは言った。鉄壺の供養を覚えているか。以前お前にやらせた同化の行の処方だ。龍華がお前にやらせようとしているのはおそらくその応用、移入の行との合わせ技だな。彼と同じ瞑想行を行って鳴らしてから、彼に対する同化の行をやらせようとしているのさ。そんなことできるんですか？そう難しいことじゃない。霊能者や霊媒師にとっては初歩的な技術だ。だが、これは俺がやらせてもらう。ダメだと言うなら、この話はご破産だ。俺はこいつを連れてこの場所を立ち去る。私の一存では決められないわ。龍華先生に聞いてみる。京華は天海龍華に電話をかけた。どうやら天海龍華はマサさんの申し出を飲んだらしい。マサさんは寺尾の iPod を使って瞑想を開始した。この瞑想法の原型は今ではあまり見かけなくなったテープレコーダーを利用して行うものだった。瞑想状態に誘導する基本的なシナリオから個人の瞑想段階に応じて編集を重ねる。
テープの編集を繰り返して育てるものらしい。寺尾のそれはかなりの段階まで育った完成形に近いものだったようだ。一回の瞑想に要する時間は2時間弱。他人のリズムや音声によるものだったためか、マサさんをしてもかなり消耗が激しかった。俺と強化による機能注入を行いながらでも、朝晩1回ずつ、1日2回が限界だった。だが、10日ほど繰り返すと慣れてきたのか、1日3回をそれほど消耗することなくこなすことができるようになった。半月が経過した。天海龍華が来る前日のことだった。龍華がお前に何をさせようとしていたかわかるか。マサさんが言った。いいえ。お前にもわかっているんだろう。彼の両親には悪いが、寺尾はもう助からない。俺たちがここに来た時点で手遅れだった。でしょうね。で、龍華のおばさんは俺に何をさせようとしていたんですか？文字通り、同化だよ。同化というよりは入れ替わりだな。思考や精神を持った人間に対する同化の行は、お前が思っている以上に危険なんだよ。狂人と接触している人間の精神が徐々に狂っていくって話を聞いたことはないか。自我の弱い普通の人間の精神が、強烈な狂人の精神に侵食されて起こる現象だ。深い瞑想状態、潜在意識の階層では、人間の自我の境界、防壁は曖昧になる。寺尾の瞑想法は、多くの瞑想法がそうなんだが、あの手法は自我の境界が消失するような深い瞑想状態でも自我を保つための訓練だ。潜在意識での思考を潜在意識、あるいは集合的無意識の階層まで送り込む手法でもある。寺尾は長年瞑想行を続けていて、潜在意識下で意識を保つ力が強いんだよ。そんな奴に精神的に丸裸のお前が同化したらどうなると思う？さあ、寺尾の性格に近くなるとか。そんなに甘くはない。奴に精神を乗っ取られるぞ。波の憑依なんて生優しいものじゃない。あっち側から戻ってこれなくなってる奴には渡りに船だ。逆にお前が奴の繋がってる世界から戻ってこられなくなるだろうな。俺の背中にゾクッと冷たいものが走った。何のためにそんな。さあな、実際やってみなければわからない。ただ確かなのは、龍華はお前を寺尾から何かを得るための道具に仕立て上げようとしていた。使い捨てのな。俺を呼びつけたり、お前と気の交流がある山吉強化をよこしている時点で、うすうす感づいてはいたんだが。マサさんは深刻な表情で言った。おそらく、俺の力だけでは寺尾のつながっている世界から戻ってこれないだろう。そこでお前に頼みたい。寺尾の中から俺を引き上げてほしい。やり方は簡単だ。俺に対して移入の行を行って、俺とお前が共有する強烈なイメージを利用して、俺を引き上げてくれればいいのだ。イメージは、あの井戸を使え。さらにマサさんは続けた。もし俺が戻ってこれなかったら、目覚めなかった時は、俺を置いて、お前はすぐにこの場所から立ち去れ。逃げるんだ。できればこの国から立ち去って二度と戻ってくるな。もしもの時のことは、ヤスさんに頼んである。龍華はお前を使い捨てにしようとした。つまり、組織はもうお前に利用価値はないと判断しているということだ。組織にとって無価値なだけではなく、邪魔と判断されたら、場合によっては消されるぞ。翌日の夕方、天海龍華はやってきた。深夜0時に向けて儀式の準備が着々と進められた。寺尾を囲むように4体の仏像が置かれた。
住職によると、四天王だな、ということだった。東の時刻点、南の増長点、西の項目点、北の多聞点。四方を守る守護神の視線が寺尾に集中していた。龍華がマサさんに技法の説明をしている。寺尾に iPod のイヤホンをはめ、マサさんも同様に装着した。マサさんが龍華を挟んで寺尾の横に横たわった。龍華が中央で二人の胸に手を置いて座る。深夜零時、同時に二台の iPod のスイッチを入れ、龍華がマントラを唱え始めることによって儀式は開始された。儀式開始2時間が経過しようとした頃、瞑想終了の指示が流れる前に iPod は停止された。ここからが本番だ。午前3時を過ぎた頃、龍華のマントラ詠唱は止まった。やがて部屋の中に異変が起きた。この民家の玄関をくぐった時に感じた臭気、獣臭とも死臭とも知れない悪臭が漂い出したのだ。この悪臭には家主や寺尾の両親も気づいたようだ。寺尾の母親が不意に火と悲鳴を上げた。壁際の本棚のガラス戸に人影が映っていた。真っ青な顔をした血濡れの女の姿だった。家主の男性が、うわっと声を上げた。部屋のあらゆる物陰から気味の悪い顔をしたたくさんの男女がこちらを睨んでいた。こんなあからさまな霊現象は俺も初めてだった。俺の頭は混乱の極みだった。悲鳴を上げたり失禁しなかったのは我ながら上出来だった。もし一人でいる時にこの状況に遭遇したら正気を保っていられる自信はない。俺は龍華たちの方を見た。寺尾の体から目では捉えきれない何かが吹き出していた。これは見覚えがある。毛量。以前、山吉京華の体から湧き出してきたものと同質のもののけだ。寺尾の体から湧き出した毛量は床と壁を伝って天井に集まった。そして家主も寺尾夫妻も京華も俺も天井に目を奪われた。天井いっぱいに巨大な人の顔が浮き出していた。俺たちはパニック寸前だった。その瞬間、パーン大きな拍手の音が室内に響いた。住職だった。拍手の音が響いた瞬間、部屋からは臭気も顔も毛量も消え去っていた。寺尾を中心に漂っていた嫌な空気のすべてが無散していた。ガラッと変わった部屋の空気に俺たちは困惑した。住職によると場の空気に飲まれて、俺たちは同じ幻覚を見ていたらしい。住職の拍手によって夢見の状態から目覚めさせられたということのようだ。俺は住職と京華に寺尾と龍華の処置を頼んで、マサさんに対する移入の行を行った。移入の行自体は事前にシミュレーションしていたこともあって、すんなり進んだ。リンガシャリラの瞑想状態に入って、道をたどった。だが井戸が見つからない。そう、俺は井戸の地への道筋を知らないのだ。焦った。だが心が乱れれば移入の行は解けてしまう。俺は落ち着け落ち着けと自分に言い聞かせた。道をたどっているといつの間にか見覚えのある砂利だらけの道を歩いていた。どこからか複数の子供の笑い声が聞こえる。声のする方に向かって歩いていると、不意に背後から耳元でアッパという生々しい男児の声が聞こえた。驚いて振り返ると、そこにはあの井戸があった。俺は井戸に蓋をしている黒い石を抱えた。
恐ろしく重かったが、なんとかどけることができた。恐る恐る井戸の中を覗いた。井戸の中には真っ黒なドロドロとした闇が詰まっていた。俺はマサさんの名をあらん限りの大声で呼んだ。井戸の闇の中から白い人間の腕が出てきた。俺はその腕をあらん限りの力で引き上げた。だが逆に俺は井戸の中に引きずり込まれた。無数の手が俺を井戸の底へと引きずり込む。目の前が真っ暗になって俺は意識を失った。どれくらいの時間が経ったのか、俺はマサさんの胸に手を置いた状態でマサさんの横に座っていた。何時間も経った気がしたが、俺がマサさんに対する離乳の行を始めてから1時間も経ってはいなかった。マサさんは未だ目覚めてはいない。ダメだったか。そう思った瞬間、マサさんが目を見開いた。リュウカがマサさんに声をかけた。どうだった?マサさんが頭を抱えながら言った。たくさんの子供たちが。何だったんだ、あれは。寺尾はどうなった?俺とマサさん、住職はリュウカに促されて部屋を出た。マサさんは青い顔をしてまだグロッキー状態だった。再度リュウカがマサさんに何を見たか尋ねた。マサさんはしばし考え込んでから答えた。マサさんが見たもの、それは数十人の子供たちだった。寺尾イコールマサさんは気づかれないように子供たちを観察していた。子供たちは何かを話していたが、何を話しているのかはわからなかったようだ。瞑想世界で見聞きしたことを顕在意識下に持ち帰る。覚醒後も覚えているには一定の精神操作が必要だ。マサさんは精神操作を行った。その瞬間、子供たちの視線がマサさんに集中した。しまったと思ったのと同時に、突然何かが現れ、マサさんイコール寺尾を食った。食われた瞬間、マサさんは意識を失ったということだ。マサさんはリュウカに尋ねた。あれは何だ?はっきりしたことはまだ言えない。あえて言うなら、新人類。私たちとは違う新しい人間。肉体的、物質的にはわからないけれど、霊的、精神的にはホモサピエンスとは別種の人類かもしれない。そういう存在よ。リュウカはことのあらましを話し始めた。天海リュウカは知り合いの霊能者からある老夫婦の紹介を受けた。面会した時、その老夫婦は何かにひどく怯えていた。老夫婦の恐怖の対象はまだ幼い孫娘だった。孫娘の父親は失踪していた。夫の失踪後、娘が子供を連れて実家に戻ってきたが、間もなく自殺している。実家に戻ってきた頃からノイローゼ気味で孫娘にひどく怯えていた様子だった。そして老夫婦もまた、娘の自殺後、孫娘の異常さに気づいた。ある宗教団体の祈祷師に孫娘に取り付いた悪霊を払うための祈祷を依頼した。だが、孫娘の異常さは憑依によるものではなかった。祈祷師に紹介された霊能者を通じて、天海龍華が紹介された。孫娘を見た霊能者が、この娘が龍華たちの探している新しい子供ではないかと疑いを持ったからだ。老夫婦と面談した龍華は、知り得る限りの情報を老夫婦から聞き出した。そして、孫娘との面談の日を取り決めた。老夫婦は一刻も早く、できればその日のうちにでも
孫娘を龍華に引き渡したい様子だったらしい。だが、霊視を行う約束の日の前日、孫娘が事故死した。マンションのベランダから転落死したらしい。龍華たちは老夫婦と接触しようとしたが、警察の取り調べが続き、なかなか接触できなかった。ようやく面談のアポを取ったが、老夫婦は台風で増水した川に乗っていた車ごと転落し死亡してしまった。周囲では孫娘を死なせたことを苦にしての心中ではないかとも噂されたようだ。新しい子供たちを知るための糸口は失われたと思われたが、意外なところから切れた糸がつながった。山吉教家から住職の元を訪れた寺尾夫妻の話がもたらされたのだ。彼らの息子こそが問題の孫娘の失踪した父親、寺尾正弘だった。俺には今一つピンとこない話だが、要するにあんたが寺尾から娘について新しい子供たちの情報を得ようとしていたことは分かった。だが、なんで俺とマサさんが呼び出されたんだ。俺では明らかに力不足だし、マサさんには関わりのない話だろう。そこのところの納得のいく説明をしてもらいたい。それにはまず彼に目を覚ましてもらわないとね。とりあえず彼を現実世界に引き戻すための道筋はついたわ。教科にマサ、それにあなたにも手伝ってもらうわよ。彼は旧世代の大人で、新しい子供たちと精神世界で接触した私の知る範囲では唯一の人間だからね。マサさんの術によって道筋をつけられた寺尾は、教科の術によって意識を取り戻した。だが衰弱が激しく、話のできる状態に回復するには、俺とマサさん、教科による3交代で3日3晩気の注入を行い続けなければならなかった。大量の気の注入によって一時的に回復した寺尾は、教科の質問に答える形でこれまでの経緯について話し始めた。寺尾家は厳格な教育一家だったようだ。物心ついた頃から勉強ばかりで、同年代の子供たちと遊んだ記憶はほとんどなかった。多忙な両親は寺尾を同居していた父方の叔母に任せきりで、彼の記憶では父に褒められたことも母に甘えたこともなかった。さらに寺尾の叔母には家族も知らなかった特殊な性癖があった。頼るべき両親には勉強勉強と責め立てられ、叔母からは異常な性欲の吐け口にされた寺尾にとって、安らぎの場所であるべき家は牢獄だった。いつの頃からか、そんな牢獄に閉じ込められた正弘少年のもとを毎晩のように訪れる女性が現れるようになった。彼女は話し疲れるまで彼の話を聞き、父の代わりに褒めてくれた。彼は母の代わりに彼女に甘え、話し疲れると彼女の胸に抱かれながら眠りについた。少し考えてみれば、その女性が実在しない幻影であることは子供だった彼にも分かった。だが彼女の存在が正弘の救いとなっていたのは確かだった。寺尾は言った。彼女の存在がなければ僕は生きてはいられなかっただろうと。長ずるに従って彼女の出現頻度は少なくなっていき、中学受験が終わるとピタリと現れなくなったそうだ。難関を突破して厳格な父親が彼を初めて褒め、母親が彼を抱きしめた夜だった。幻の女が消えてから寺尾は魂の渇きに苛まれた。自分を追い込めば再び彼女が現れるかもしれない、そう思って猛勉強に励んだ。全国的な秀才揃いのその学校でもトップクラスの成績を維持し続けたが、
彼女が姿を現すことはなかった。そんな彼が偶然一冊の本を目にした。クラスメイトが持ち込んだオカルト系の雑誌だったようだ。普段の彼なら、くだらないと言ってすぐに読むのをやめただろう。だが、その中に印象的なストーリーが書かれていた。山で一人暮らしする孤独な男が、寂しさのあまり女の幻影を生み出し、やがて幻影に魂が宿った。男は魂の宿った幻影を妻として幸せに暮らしていたが、ある日突然妻は姿を消した。悲しみに打ちひしがれた男は人里に降り、悟りを開くために仏門に入った。やがて修行を重ねた男は妻の魂と再会を果たした。といった話だったらしい。他愛ない話だが、寺尾には強烈なインパクトを与えたようだ。彼女が自分の精神が生み出した幻影であるなら、自己の精神の探求によって再会を果たせるのではないか。彼女の幻影に宿っていた魂と接触する方法があるのではないか。寺尾は心霊や瞑想、超能力開発関連の書籍を読み漁った。手法を模索する中で興味深い手法に行き当たった。例のテープレコーダーを利用した瞑想法だった。本に従って瞑想を行ったが、なかなかうまくはいかなかった。試行錯誤の上、瞑想中に様々な光やビジョンを目にするようになったが、それと同時に強烈な恐怖心が湧き起こった。瞑想を行うことに底知れない恐怖を感じるのだが、瞑想をやめられない。恐怖心は瞑想を行っていない時にも湧き起こった。やがて彼は自殺未遂事件を起こした。得体の知れない何かに追われ、近所のマンションの廊下から飛び降りたのだ。再三の両親の説得と瞑想に対する恐怖心から、瞑想業をやめようと思い立った翌日のことだった。寺尾は瞑想をやめられなくなった。恐怖から逃れるために恐怖の対象である瞑想を続ける。理解しがたい、まさに魔境に陥った状態と言えるだろう。寺尾は瞑想法の効果自体には確信があった。この瞑想法は透視能力、いわゆる天眼通を得ることを目的とした手法として紹介されていたが、願望達成法としても効果があった。寺尾の手法は初期の目的は得られていなかったが、願望達成法としては目覚ましい効果があったからだ。彼は手法自体ではなく、中身、シナリオに改善の余地ありと考えた。彼は自分の瞑想法をカスタマイズするために、様々な書籍、様々な団体の修行メソッドを研究した。その過程で、後に妻となる女性とその家族にも出会った。やがて、いくつかの能力が開花し、宗教団体や修行団体の勧誘を受けるようになった。だが、寺尾は特定の宗教団体に所属したり、特定の人物に指示しようとは思わなかった。特定の宗派や教義、指導者と結びついた瞑想は強烈な洗脳になり得ること。特に自分の行ってきた手法が強烈な洗脳手法であることに気づいていたからだった。やがて寺尾は自らの瞑想法を完成させた。瞑想世界で懐かしい彼女と再会したのだ。寺尾は瞑想世界に端的した。やがて瞑想世界が彼の生活の場となった。だがある日を境に寺尾は瞑想業を辞め、現実世界に生きるようになった。なぜ瞑想業を辞め、瞑想世界から戻ってきたのかについて、寺尾はなかなか話そうとはしなかった。だが、やがて寺尾は重い口を開いた。先に述べたように、
修行者の瞑想世界における禁則事項がいくつかある。その中で特に重要なものとして、根源的な生物的欲求、食欲や性欲を瞑想世界で満たしてはならないというものがある。精神世界に属する瞑想世界での快楽は、肉体というフィルターを通さない分、ダイレクトで強烈な快感となり、依存性が高いのだ。いや、依存性などという生優しいものではない。垣間見た世界に魂のレベルで結びついてしまうのだ。この性質を逆用しようという宗派も存在する。神と交換して深海とつながろうという邪習だ。だが行のみで自戒や功徳のないものがつながる世界は、ほとんどの場合地獄や餓鬼といった低い世界となる。寺尾は瞑想世界で再会した女と夫婦になった。現実世界で女性経験のなかった寺尾は、瞑想世界での妻との行為に端的した。だが、かつての山吉京香がそうだったように、やがて寺尾も自分のつながっている世界の本当の姿を思い知ることになる。瞑想世界で寺尾はこう設けた。行により、瞑想世界と現実世界を行き来するたびに、娘は驚くほどの速さで成長した。そして娘が12、3歳の姿まで成長したときに、それは起こった。娘が妻を殺して食ったのだというのだ。それだけではなく、お父さんも食べてという娘の言葉に逆らえずに、娘と一緒に妻の肉を貪ったというのだ。血の滴る妻の肉は恐ろしく美味で、一度口にすると止まらなかったそうだ。さらには妻の肉を貪りながら、寺尾は娘とも交わった。妻の時とは比べ物にならない快楽が寺尾を捉えた。妻の肉を食らい尽くし、娘の中に精を放ち尽くした瞬間に、恐ろしいほどの渇きとともに寺尾は正気に戻った。自分のいる世界の本当の姿を目の当たりにしたのだ。マサさんが静かに言った。気がどうだな。寺尾は瞑想行をやめ、現実世界に戻った。放棄していた学業を再開し、遅ればせながら就職活動を行い、就職後は仕事に邁進した。寝る間も惜しんで、いや、眠りから逃げるように。瞑想をやめても寺尾は悪夢に襲われ続けた。毎晩のように娘が現れ、寺尾と娘は交わりながらお互いの肉を貪り合っていたのだ。そんなある日、寺尾は数名の派遣社員の中に知った顔を見出した。海外のセミナーに参加した折に世話になった日本人家族の娘だった。再会は偶然ではなかった。寺尾の能力に目をつけた団体がこの女性を送り込んできたのだ。寺尾の勤め先の会社は、この女性の所属している団体の背後にいる宗教団体の信者が多数潜り込んでいた。女は寺尾の置かれている状況をある意味寺尾本人以上に把握していた。女を通じて、女とその家族の所属する団体の幹部に寺尾は面会した。幹部の女性は寺尾に言った。寺尾がつながった世界と向こうの世界で設けた娘との縁を切る方法を教えようと。その対価として寺尾が完成させた修行法のすべてを提供し、団体に協力しろ。それが団体と寺尾の契約だった。契約に従い、寺尾は修行法を提供し、団体の指示に従って結婚した。結婚して初夜を迎えると、それまでのことが嘘のように悪夢を見なくなり、夢の中に娘も現れなくなった。
やがて寺尾は妻を伴って海外に赴任した。赴任中何があったの？天海龍華の質問に寺尾は答えた。寺尾はある人物に引き合わされた。初老の日系人男性だったが、寺尾夫妻が所属する団体の親団体でかなりの地位にある人物だったようだ。団体の幹部は興奮気味に、直接面会できるだけで非常に名誉なことだと言ったそうだ。寺尾夫妻はその人物に命じられて、日にちと場所を変えて三人の霊能者、西洋風に言うなら魔道士あるいは魔女といった類の人物と面談させられた。そして再び日系人紳士に呼び出され命じられたそうだ。儀式と手順に従って子を設けろと。団体の指示に従って結婚した寺尾夫妻だったが、夫婦仲自体は悪くなかった。自由意志ではなく他人の命令で結婚したことに後ろめたさを感じていた夫婦にとって、子を設けろという命令は口実としてむしろ望むところだった。複雑な儀式を繰り返しながら一定の手順による子作りに励んだ寺尾夫妻は念願の子を授かった。娘は儀式を行った魔女の予想した日に月足らずだったが、自然分娩により誕生した。喜びに包まれながら寺尾は保育器の中の生まれたばかりの娘に会いに行った。だが寺尾の喜びは次の瞬間恐怖と絶望に変わった。寺尾が近づくと眠っているはずの娘が目を開き、頭の中に直接響く不思議な声でこう言ったのだという。見つけたわよパパ、今度は逃がさないわ。恐怖におののいた寺尾は魔女に相談した。魔女は寺尾に言った。寺尾の娘は特別な子供だと。この特別な子供は同じような子供たちと精神の親王でつながっていて、相互にコミュニケーションをとっている。この子供たちから情報を引き出せば解決の糸口がつかめるかもしれない。瞑想業を行い、子供たちが精神の神王で何を話し合っているのか探りなさいと。寺尾は再び瞑想業を開始した。瞑想の世界で寺尾は17、8歳くらいに育った娘と交わり続けた。悪夢のような苦行だった。だが夢ではなかった。まだ言葉もおぼつかない幼い娘が頭の中に響く不思議な声で言ったそうだ。昨夜は良かったわパパ、今夜も抱いて。寺尾は幼い我が子に対する恐怖と殺意を徐々に蓄積させていった。そしてついに限界に達した寺尾は娘の首に手をかけた。間一髪のところで妻に見咎められた寺尾はそのまま妻子を捨てて出奔した。出奔と同時に寺尾は瞑想業をやめた。だが長年の業の成果、いや後遺症のため、もはや業を行わなくてもちょっとしたきっかけで寺尾は深い瞑想状態に落ち込むようになっていた。ナルコレプシーのように瞑想状態に落ち込む寺尾は偶然知り合った外国人ホステスの部屋に潜り込んだ。やがて寺尾は落ち込んだ瞑想世界で魔女の言っていた話し合う子供たちを見つけた。だが同時に瞑想世界から戻ってくることができなくなった。心神喪失状態の寺尾は外国人ホステスが入管に摘発されるまで彼女の介護を受けながら肉体の死を待つだけの存在になり果てていたのだ。瞑想世界であなたは何を見たの？子供たちはどんなことを話していたの？龍華の質問に首をわずかに振りながら、
寺尾は弱々しく答えた。思い出せない。だけど、あの子供たちは僕たち大人に対して敵意を持っている。そんな気がする。恐ろしい。あの世界には戻りたくない。助けてくれ。寺尾は何度か瞑想世界と現実世界を行き来した後に昏睡状態に陥った。その後、2週間ほど収容先の病院で生き続けたが、ついに目を覚ますことなく息を引き取った。極度に死を恐れていた寺尾の魂の行き先は誰にもわからない。龍花と俺の話を聞き終わると、キムさんが言った。そうか。マサの奴が姿を消したのはその後だな。マサの行き先に心当たりはないのか？ありません。ヤスさんにも問いただしましたが、マサさんの行方はわからないそうです。キムさんの視線に龍花が答えた。私が知るわけないでしょ。だろうな。あいつはあんたたちから逃げたかったのだろうからな。しばしの沈黙の後、キムさんが龍花に尋ねた。どうにもわからない。あんたたちの言う新しい子供たちって何なんだ。俺たちみたいな大人に敵意を持っているってどういうわけなんだ。私にもわからないわ。でも精神構造、魂の基本構造が私たちと根本的に違うような気がする。私たち旧世代の能力者の力が全く通用しないからね。でも分かってきたこともあるわ。彼らが前世の記憶を持って生まれてきていること、現実世界と深い階層の精神世界の境界がないこと、個人としての意志の他に彼ら全体として一つの意志を持っていること。彼らには私たち大人の意志や思考のすべてが潜在意識の段階からすべて見えていること。彼らにとって私たちの意志や行動をコントロールすることなど造作もないことかもね。それと人為的に彼らのような子供を作ろうとしている集団があること。厄介だな。そんな連中が俺たち大人に敵意を持っているというのか。そもそもなんで現れたんだ。俺は思いつきで言ってみた。進化だとしたら、新しい種だとしたら、古い種である俺たちを淘汰するためじゃないかな。アウストラロピテクスやネアンデルタール、新人類の登場とともに旧人類は滅んできたわけだし、ホモサピエンスだって、取って代わろうとする新しいものが古いものに敵意を持つのは当然なんじゃないかな。キムさんは黙り込んでしまった。天海龍花と弟子の女性が俺の顔を見ていた。寺尾正弘の葬儀に出席して別れた後、マサさんは突然に姿を消した。木島氏や組織の人間は血眼になってマサさんの探索を続けたが、マサさんの行方は未だにわからない。